大事なのは2つあって、まず1つが始める時期、それから為替手数料ですね。で、外貨投資では始めと終わりの為替水準が鍵であって、終わりが始めよりも円安になってないと利益が出ないんですよね。例えば2年前の6月のピーク時には1ドルが126円近くまで円安が進んでたんですね。だからその頃もし外貨投資を始めちゃってたとしたら、もうどうやってもね、儲かる気がしないわけです。で、もう一つの為替手数料の方は簡単な話で、もうなるべく為替手数料の低い取引方法か低い銀行を探すということなんですね。満期時に為替が輸入時に比べて2円以上円安になっていないと元本割れしちゃうと。これ元本割れを避ける手はないんですか？2つあります。で、1つはより為替コストの低い取引方法を使うということで、例えば同じその米ドル定期であっても、ネットバンキングの三菱東京 UFJ ダイレクトを使うと、為替手数料はですね、片道25銭まで一気に下がるんですね。で、この場合は輸入時と満期時で、50銭以上の円安になっていればいいんで、店頭で始めるよりも利益が出やすいですよね。で、もう一つの手がね、極力手数料の安い銀行を探すということです。例えば新生銀行だと、標準的な人の場合でも米ドルの手数料は15銭と安いんですよ。なのに取引が増えて顧客ランクがこうゴールド、プラチナと上がっていくと、手数料の方は9銭、7銭とどんどん安くなっていくんですね。で、ジャパンネット銀行の場合はそういうのはなくて、誰でも片道5銭ですから、さらに負けにくいと言えます。もう一つは流通量の少ない通貨になるほど手数料高くなるんですね。だったら手数料の安いところを探してドル預金をした方が情報も多いし有利なんですよね。最後にね、金利なんですけども、メガバンクだと米ドル1年定期預金の金利が 0.4 から0.6 ぐらいっていった水準なんですが、ネット銀行だとこれが 1.2 から 1.3 ぐらいで、中にはキャンペーンで6ヶ月ものなんだけど、2% なんていうところもありますんでね。もちろん金利は低いより高い方が負けにくくなるんで、キャンペーンも含めて一度こう比較検討してみるといいですよね。これは積み立て投資をすることはできるんですか？できますよ。銀行によるんですけれども、例えばソニー銀行だと1回500円から毎日毎週毎月なんかのタイミングで外貨積み立てができます。で、為替が自分のこう決めたレートよりも円安になってて、なんか不利だなという時には購入を1回休むとか、そういうことも可能なんですね。で、実際にね、500円で積み立てしてるって人がね、相当多いそうですよ。